何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、ロなんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せてんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その。早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけ分かんねえっつうか。でも
店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え？こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだ。こいつはいや。あ、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いいくらすんの？マンション1個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。あ、ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。
バカ、いつからそこに。あの若、おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。